今回の動画は Excel で西暦入りの日付を素早く入力する方法をご紹介します。で、例えばですけども、今これ動画撮ってるのがね、2020年5月の26日なので、2020年の5月の26日と入力をしたいときはですね、通常は2020年のスラッシュ5スラッシュ26みたいな形で入力をします。もちろんこのやり方で入力をしてもいいんですけども、この西暦入りの日付をですね、少しね省略して早く入力をすることができます。で、やり方の方は簡単で、2020年であればこの2020の下2桁のところですね、なんで20のスラッシュ5スラッシュ26というふうに入力をして確定をします。はい、そうするとこういった形で自動的にですね、2020という形でですね、変換をして表示をしてくれます。で、この下2桁での西暦への変換なんですけども、00から29までが2000年代として変換されますんで、例えばですけど、じゃあ19スラッシュ5スラッシュ26というふうに入力をすると2019年5月の26日と表示されます。で、次にですね、30から99までがですね、1900年代として認識されますんで、じゃあ例えば99スラッシュ5スラッシュ26というふうに入力をすると、2099ではなくて1999年の5月の26日という形で表示されます。はい、といったことで今回ご紹介した西暦入りの日付を素早く入力をする方法ですけども、ちょっとしたことではあるとは思うんですけどもね、覚えておくと入力の手間が省けるかなと思います。それでは今回の動画は以上になります。今回も動画を最後まで見ていただきましてありがとうございました。